っとそこな。ぶっ殺すぞ、おら。やんのか。なんてことだ。ありがとうございました。錦山がここに？ああ。はるかは東城会に狙われてる。連れ出さねえとまずいぞ。西の河原が一番安全だろう。あそこか。まあ確かにそうだろうが。行かないよ、私。どうしたの、はるかちゃん。おじさん、さっきお母さんのこと調べに行ってたんでしょ。なのになんで連れて行ってくれないの。私、お母さんに会いたいの。ここに遊びに来たんじゃないの。おい、はるか。このペンダントでしょ。このペンダントがみんな欲しいんでしょ。私なんてどうだっていいんでしょ。おじさんだってきっと100億円欲しいから、私と。すまん。お母さんのこと教えてよ。何か知ってるんでしょ。ねえ、教えてよ。なんとか言いなさいよ。はるか、キリュウはな、お前のお母さんが。うるせえ、言うな。はるか、今は俺を信じてくれ。それしか言えない。私だって信じたい。でも私にはお母さんしかいないの。おじさんが勝手にするって言うなら、私もそうする。さよなら、はるかちゃん。はるか。まずいぞ、キリュウ。キリュウちゃん、急い。聞き込みでハルカの足取りを追うんだ。登場会より先。ちょっと寄ってきませんか。おい、そこのお前。
そこのお前、とりあえず財布出そうか。後悔するな。さん、やっぱりご無事だったんですね。よかった。あれ、でもさっき例のお嬢ちゃん見かけたんですけどね。何、本当か？あ、はい、すぐそこのゲームセンターに入っていきましたよ。でもなんか様子が変だったな。どんな感じだった？ええ、なんか妙に寂しそうっていうか、うつむいたまま歩いてたんで声かけられなかったんですよ。そうか、あいつはまだ店にいるのか？いや、ちょっとそこまでは。でも店の客に聞けばわかると思いますよ。わかった、ありがとう。おっと、怪しい男が幼い女の子連れてた。危ないよね。へえ、どこで？七福通りの駐車場のところ。超ヤバそうな感じ。お前、少女を見なかったか？酒持ってこい。おい、小さな女の子を見なかったか？うるせえ、酒だ、酒持ってこい。おい、女の子を見なかった？すいません、さっきまでここに。どこに行った？どこかの公園とか携帯で話してました。おいそこのお前、お
その顔が気に食わねえ。何なんしてくんない。なんなら倍返しにしてやってもいいぜ。顔がムカつくんだよ。邪魔だ。ハルカはどこだ。キリュウさんに、伊達刑事ですね。こちらもお迎えする準備が整ったところです。ご案内いたします。ここはスターダストじゃないか。どういうことだ。お入りになればわかりますよ。お待ちしてました、桐生さん。
はるかは無事なんだろうな。はるか、くそ、カズキたちはどうした？別室です。縛るくらいはしていますが無事ですよ。何者だお前ら。それはやめておきましょう。お互いのためです。それよりお嬢さんが持っていたはずのペンダントは？お渡し願います。渡せばハルカを返すんだな。もちろんです。ストップ。そこで止まってください。ペンダントをこちらに投げてください。ハルカ、すまない。伊達さん、無事か？いや、ハルカが、くそ、浅井が腕を撃たれた。We'll be right back.
お前らどこの組織のもんだ。極道じゃねえな。なんでペンダントのことを知ってる。おい答えろ。俺たちは人ハルカ、大丈夫か。出血の割には傷は浅い。大丈夫だ、心配ないだろう。おじさん、助けに来てくれたんだね。ああごめんね、私が勝手なことばかりするから。ハルカ、俺もお前に謝らなきゃいけないことがあるんだ。ちゃんと聞いてくれるか。うん。水木、お前のお母さんな、もう死んでいたんだ。すまない、俺は助けることができなかった。ごめん、ごめんな、ハルカ。撃たれた男の胸にこのバッジがついていた。俺はこの線から少し探ってみることにする。ああ、頼む。すまない、こんな騒動に巻き込んじまって。何言ってんすか、そんなことを言わないでください。そうですよ、俺らの方こそ銃向けられたっきり何もできませんでした。すみません。おう、このお嬢ちゃんが噂の子か。ああ。嫌われちまったかな。なあ、この子をしばらくかくまってほしいんだが。分かったよ。でもあんたに頼まれ事するのも妙な気分だな。ああ、俺もだ。ここを好きに使うといい。まあ外見はちょいとあれだが。花屋、オンニキル、ありがとう。まあいいって、ここならヤクザも警察も攻めては来ねえ。安心していいぜ。キリュウ、俺は一度署に戻る。明日は錦山と会うんだ。今日はもう休め。ああ、そうさせてもらうよ。伊達さん。須藤。ここは世良の殺害現場です。四課の伊達さんが何か。そうだな、邪魔したな。10年前のあなたは私にとって目標だった。的確な捜査、周到な計画、そして事件への執着心、どれをとっても刑事として一流だった。それが今、あなたの行動が理解できません。何が言いたい。私はあなたとあなたの協力者を監視しています。これは忠告ですよ、先輩。須藤、お前に真実は捕まえられしない。桐生、まだ錦山と会うまでは時間がある。遥もいろいろあってつらかっただろうから、少しは気晴らしに行ってこい。だが遥は傷が。傷は浅い。それにあの子にとっちゃたまの遊びの方がいい薬になるさ。俺はここで待ってるから行ってやってくれ。わかった、よろしく頼むよ。傷は大丈夫なのか。もう
全然平気だよ。伊達さんも弾がかすっただけだから大丈夫って言って。おじさん、私も本当に、うん、元気だよ。わかった。うん。はるかは携帯電話持ってるのか。持ってるわけないじゃない、ひまわりにいたんだから。なんだ、伊達さんが最近はガキでも持ってるなんて言ってたが、さすがにみんながみんなってわけじゃねえんだな。クラスの子はみんな持ってるよ。放課後はいつもメールで待ち合わせしてたりするし。え、文通でもしてるのか。やだおじさん、メールも知らないの。さすがに遅れすぎ。何？メールって手紙のことじゃねえのか。キリュウさん、お暇なんですか。まあな。じゃあ面白い場所がありますぜ。中道通りと太平通りのぶつかる場所に宝くじ売り場があるんですわ。宝くじじゃ気晴らしにならねえな。いやいや、話はこれからです。そこの売り場の女に話しかけてみてください。もっと楽しい場所に案内してくれますぜ。カムロ町って見たこともないお店がたくさんあるよね。まあ、行こう。おじさん、私本当に、うん、元気だよ。わかった。うん。おお、ちょっと、そこら黙って財布出せよ。目障り。何か聞きたそうな顔してるわね。ああ、あいつから聞いたのね。ちょっと待ってなね。入場するには10万円分の掛け札を先に買ってもらうけど、いいかしら。はい、じゃあ10万円分の掛け札1000点ね。いってらっしゃい。
何ここ。まったく手の込んだものを作るやつがいたもんだ。いらっしゃいませ。勝負、国の藩。お客さん、子連れかい。社会勉強さ。迷惑か。別に。ただここには子供料金なんてありませんぜ。入ります。さあ、はったはった。ちょ一斉のいい子だ。ちょ、入ります。さあ、はったはった。何だろう、これは。ちょ、長藩駒揃いました。勝負、ピンゾロの長。よし、やるの。入ります。さあ、はったはった。これは、ハン。長藩駒揃いました。勝負、一六のハン。やるね。やっぱりダメか。入ります。さあ、はったはった。そうじゃね。これは、ハン。長藩駒揃いました。勝負、武士の藩。よし、やるね。入ります。さあ、はったはった。ハンだろ。そう、これは、チョウ。長藩駒揃いました。勝負、ピンゾロの長。やるね。やっぱりダメか。入ります。さあ、はったはった。ハンだろ。これは、チョウ。長藩駒揃いました。勝負、愚一の長。よし、やるね。やっぱりダメか。ちょっと駐座させていただきます。すぐ戻りますんで。楽勝だね、おじさん。なんか私才能あるかも。そうだな。私のおかげで勝ったんだからね。何かおごってよ。ああ、いや、お待たせしました。年のせいか小便が近いもんで。さあ、続いてまいりましょう。入ります。勝負。次はね、ハン。入ります。さあ、はったはった。ハンだろ。これは、ハン。長藩駒揃いました。勝負、二六の長。残念だったな。
お座りいただきましょうか。お客さん。まっ、うただただだ。気安く触るな。何しやがる。何やってんだ。邪魔すんじゃねえよ。邪魔したな。待ちやがれ。おじさん。おい、あれ。なんだりゃ。ずいぶん変わったサイコロだな。イカ様じゃねえか。どうなってんだこれ。ふざけがって。おい、出てこい。イカ様だ。つまみだぜ。勘弁してくれ。サマーやらかした壺振りのけじめ、どこでも相場が決まってるもんだ。いや、でもそれは。お客人、大変失礼いたしました。手前、ここの仕切りをやらせていただいております。この壺振りは流れ物でして、どう知らぬこととはいえ、お詫びの言葉もございません。この落とし前はきっちりつけさせていただきますので。そんなこの後始末、手前どもにお任せいただけませんでしょうか。もちろんただでとは申しません。俺たちも帰るとこだ。あとはあんたに任せるさ。ご理解いただきありがとうございます。今後ともごひいきに。そろそろ時間だ。遥かをサイの河原に預けに来い。